れからなんだか色々あった気がするなぁ。公園のほとりで、私はそう言葉をこぼす。まだ動画投稿復帰できるほどではないものの、久しぶりに KSP をやりたくなっている自分がいる。編集時点で、KSP2 ではサイエンス3あたりも実装されたらしい。ま、つい数分前に知った情報なんだけど、検証してないし。海の背景を見たら、サブノーティカもやりたくなってきた。スライムランチャーも、東方風神録もやりたいなぁ。あと数ヶ月はそこまで手が回らなさそうだけれど、その後は状況次第、かな。ひとまず次回の生存報告動画は3月17日あたりにするとして、ひとまずの課題は、ゆっくりムービーメーカーのプロジェクトファイルを正常に読み込める状況に戻さなきゃ。それまだ片付いてなかったのね。